どうも、コンボイファンクラブのお時間でーす。チョキピース。今日はですね、なんでこういう格好をね、してるかというと、何よ。この動画を見てる視聴者に向けて、ホットシャワーはアイスシャワークイズをしてる。なんだよ。これ何かって言いますと、何それ。コンボイが、今からこうシャワーを浴びてるところ、まあ、もちろんパンツを履いてね、乳首も隠して、完璧の状態です。シャワー浴びてもらって、それがあったかいシャワーなのか、冷たいシャワーなのかを、まあ、視聴者に考えてもらって、ああ、なるほど。あとあとこう答え合わせというか、いうのをやりたいと思います。なるほどね。これが、むずければむずいほど面白いから。なるほどね。うん。だからコンボイには本当にもう冷たいシャワー浴びてもあったかそうにしてほしいし、あったかいシャワーもまあもちろん普通のシャワーとしてどっちもあったかそうにはしてほしい。なるほどね。うん、あ気持ちいい、本当一日の疲れ落としてるみたいな、シャワーの浴び方をねしてほしい。だから見てる人を騙せたらいいわけだ俺は。そうだよ、もう難しいクイズにしちゃうとな。あよーし、騙しちゃえ。今までみたいに、今までみたいに騙しちゃえ。騙せてないよ、俺、一回も。みたいに。真正面から辛いのとか聞くさ。6人、奥さんいるんでしょ ?6 人奥さんいて、このスタンスはやばいでしょ。よくバレずに来たな。一回、舞台それで女のスタッフさん殴ってから漫才行ってるもんな。いや、言ってないよ。昭和の人もやってないよ、そんなこと。M1 勝ち上がるために。楽屋の角で証明しちゃうもんな。いや、しないって、俺。もうあんな、やっぱり、カラッとした。チョキピースとかやってな。いや、それがでも本来の俺だけど、そんなのでも、見てる人を、たまにはね、こうやって騙して、あ、山口コンボイ、芝居できんじゃんみたいな感じにね。見せていこう。そういうの見せられたらなと思います。芸歴も20年あんだから。そんなんだから。俺、どこで芸歴洗って9年目名乗ってんのよ。とっくに R1 出ないかもな。じゃあ、9歳から始めたいとおかしいから。そしたら。前田ぐらいの感じになっちゃうから、はい、じゃあここはがっつり、うん、この YouTube の視聴者を騙しちゃうぞ、演技派のところを見せちゃうぞ、チョキピース、チョキピース。あ、というわけで、今もうシャワー出してます。これは冷たいのかあったかいのかもう分かってる状態。なるほど。でも普通にもう今日ライブ疲れたでしょ。俺でもそう、普通にちょっともう浴びに行っちゃってください。 OK。 さあどっちか考えてくださいね。いきます。はい、いや、疲れたね、今日もね。いやー、疲れた。うん。ふぅ。よし。ありがとう、ニック。うん。入っていいの？いいですね、お風呂ぐらい貸すよ。うわ、ありがとう。今日も頑張ったからな。よーし。はい。じゃあ、ありがとう。いただきまーす。ダメです、ダメです。どっちでしょう？冷たいだろ。冷たいだろうが。どっちでしょう？こんな丸まったら冷たいだろ。こうなるんだよ、タコも。分かんないです、分かんない。全部の隙間埋めようとして。冷たいの入ってこない。全然分かんない。まだ全然分かんない。ちょっとこれクイズならんから。クイズなんだよ。じゃあまず考えてもらおう。一応考えてもらおう。さあどっちだって、はい、アイスはホットどっちだね。はい、正解はアイスでした。だろうよ。頼むマジで、頼むわ。そんな、ついた瞬間。いや、もうダメだよ。冬だよ。夏だったらまだ。雪になんか正面かけた時ね。雪がし。そうです。落としなかった、俺。浴びた瞬間。体でちょっと。シューって落としちゃう。じゃあ次も、俺選んでいい？あ、もちろん、OK。いや、もうでも、全然余裕よ。全然余裕。全然騙せる。もう、だって演技派ですからね、俺は。実はね、いろんなコンボイを見せたい。ねえ。それがコンボイファンクラブ。さあ、
第2問目ということで、うん、またちょっとシャワー出してはある状態です。オッケー、頼むよ。もうちょっとクイズにしたいから頭洗いたいわ。あ、頭ね。あれちょっとあの右上、うん、ドラえもんとドラミちゃんのやつがシャンプーでいいですね。はい、もう頭洗うわ。はい、お願いします、うん、では第2問、アリスオアホットシャワースタートです。スタート。はい、いや、ありがとう。ちょっとシャワー借りるわ、うん、いっぱい跳ねたからな。全部誰だってだからさ全部誰だってだからさ。いやー、最高。マジで肩全部上がってんだ。最高。ガス止まった日の大学生だって。ガス止まった日の最高。今日また止まる。また止まってるよ。マジで気持ちいいわ。ありがとう、ミキ君。まただよ。うわ、明日の昼早いに行かないと。あー、気持ちいい。はいはいはい、これ、はいはいはい、気持ちいいな、はい、さあ、今のいいな、ね、シャワーはどっちかお考えください。シンキングタイムスタート。正解はアイスでした。でしょ、うん、こうなってんだって。だからダメだってだから。肩全部上がってたわ。バリバリの時のマイケル。ギラギラの時のこのシルエット、This is This is ちょっと This is ice。 だから一瞬我慢しよう。とりあえず我慢することを覚えよう。確かに冷たいのは分かったから。うん、ね、分かった。それはもちろん。ちょっと申し訳ないけどさ、うん、ごめん、俺あの振り返るたびにさ、うん、俺ごめん、思いっきり肉くんのこと睨んでなかった。いや、睨んでたよ。それ取れちゃってる。全部の泡ここ来て鬼のプロレスラーの下道みたいな。でもでも全然も目見えないぐらいタオル巻いてる。もう全然大丈夫だ、うん、頼むわ。もうだって、うん、洗うところは洗えたし。洗えた、うん、でもあと浴びるだけ、流すだけ。流したりとか、あとまあメリットして、うん、ちょっとボディをこう綺麗にしたりとか、うん、そうね、そう、うん、もうあと気持ちいいだけだから。はい、うん、はい、第3問ということで、うん、またシャワー出してある状態です。うん、温度が、うん、ああ、いい感じ。いいいいです。というわけで、次こそ、うん、ダマクラ化しましょう。多分全部正解されてるんで。いや、そうね、はい、ちょっともうこれもう普通に気持ちよく、うん、もうシャワー借りるだけだから。山口本当に簡単な男だなと思われてる。いや、そんなのもう、うん、よくないですから。意外とね。それじゃあバリバリできますから、シャワーでどうぞ。よっしゃ、あ、ありがとうニック。これいらんぞ毎回マジで。うん、はい。おお、あれ、あ、これマジでわかんねえ。おお、いいね、いいね、あったかそう。よし、メリットするわ。そうだね、コンビニさっきね、リンスちょっとつけ忘れちゃったから、うん、そうそうそう。おー、気持ちいい。うん、いいね。あ、いいね。うん、よー、あー、全然わかんないね。ボディーソープも借りようかな。ボディーソープ、そうそう、今のとこいいよ、めっちゃ。めっちゃボディーソープどれかな。ボディーソープは下の泡のやつだね。うん、これかな。あ、違う、その床に置いてあるやつだ。あ、これか。そうそうそう、よし、ビオレでね。これで、めっちゃいいじゃん。そう、これで、うん、脇の下とかも洗っちゃおうかな。うん、洗っちゃおう、洗っちゃおう。で、足とかも洗っちゃおうかな。足とかも洗っててね。はい。来てる来てる来てる、ダメだってだから。顔、たまに見てる顔怖いから。気持ちいい。最高。最高。ダメだって、その怖い顔。真剣な顔。生きるか死ぬかの顔すんなよ。これダメだよ、ちゃんと見せる。違うだろ、めちゃくちゃ怒ってる。クイズになんねえだろうがよ、クイズに。クイズになんないな、ごめん、ごめん、ちょっと。まあでも、まだ、これもフェイクかもしれん、ブラックかもしれんから。そうですよ。さあ、今のはホット、うん、オアアイスシャワーどっちでしょうか。アイスでした。うん、いや、でしたもん、顔を。ちょっと待って、いやー、もうもっとクイズ、ちゃんとクイズにしたかったんだよ。あったかいと出したよ、だったら全部冷たいじゃん、俺。てかもうこのあの分かんだよ、水しぶきで。何が冷てえの。入るときに分かんだよ、もう。あ、本当、よう我慢したわ今。マジで寒い。寒いか。寒いよ。ちょっとじゃあ次行きましょう。次行く、はい、オッケー。もうすぐ終わり。はい、最終問題ということで。はい、もう次こそダマクラ出しましょう。もうね、頼むわ。うん、もう俺気持ちよく体は順番洗えてますから。確かにね。うん、もうあとはもう騙すだけ、皆さん。もうやめよう、あのブルブルするのだけは。もうそんなのもう大丈夫な。うん、じゃあお願いします。じゃあ
いきます。あっつっ。だけど熱いって言っちゃダメよ。お湯だって思ったら何どういうこと。おい60度じゃねえかよ。おい熱い危な危な。俺気持ちいいとかやったら俺頭やけどしたよ普通に。危ないや寒い寒い言ってたから。いや寒いけど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 どこの方言。寒いけど熱すぎるから、うん、今度ああじゃなくて難しいな。適温があるから、普通に40度とかでいいんだから、シャワー。だからホット&、ホットはアイスでしょ。ホットだった。ホットすぎるって。マジで暑いって。ああ、そっか。ちょっと、ごめん。次だな。次の、また、やるかもしんないから。その時に、まで、ちょっとね、皮膚分厚くしといて。むずっ面白くなるのと同じぐらいむずいよ、それ。どっかの神経切るか。暑さを感じるやつ。暑さ感じるやつ。すいません、僕らのちょっとボロ負けです。極端すぎる、マジで。はい、次回、あれば、また、ダマくらさせてやるぞ。いけ次こそ騙すぞチョキピースビチョンドレ。美少女ジョキピース。